三浦健五郎は、江戸時代後期から末期にかけての奇襲藩野郎。三浦長戸守屋第八代当主。官位は、十五位下、長戸守。爵位は男爵。明治維新後に名乗った健五郎は通称であり、意味縄ためしつである。天保四年五月九日、奇襲藩野郎、三浦貞明の四、男として生まれる。陽名は小之助。天保十二年三月、 なお死室と改め、父の死去により、同年4月7日に家徳と、治業1万5千国を相続したが、まだ救済という弱年であったため過老の矢部坊が、森役を務めた。高下3年7月26日に、和歌山城の天守狂話が落雷で消失すると、翌27日まで混乱する、城下町の経営の任に当たった。硬貨五年五月一日、藩主、徳川成勝に、 初めて廃越し、同年五月二十七日には成勝を、えぼし親として、和歌山城で、元服の儀が行われた。楓5年九月には、江戸に出府し、同年十月十五日に、江戸城で、第十二代将軍、徳川家吉と、将軍聖師、徳川家貞に廃越。同年十二月十六日に、長戸守に助任した後、十二月二十六日に、江戸を立ち、 翌火炎6年1月22日に和歌山に帰国。同年5月には、備中足森藩主、木下俊里の妹と婚姻。火炎7年に、異国船が測量のため、和歌山近海に出没すると、埼火崎など沿岸部の経営を務めた。文久2年12月に、江戸に出府し、翌文久3年2月16日に、江戸城で、奇襲帰国の命を廃する。 同年3月1日に江戸を出発するが、帰国途中に京都で7日間滞在。京都滞在中は中川の宮に配越したり、この池や高塚酒を訪問したりした後、藩主、徳川持継ぐに従って散大している。同年3月25日に和歌山に帰国。明治元年に律令制の廃止とともに、長戸を守るなどの国史も廃止されたため、以後は、 県五郎を名乗る。明治2年10月16日に、和歌山藩県第三次に任官したが、翌明治3年8月に病を理由に辞任した。明治7年10月に、県五郎は、旧和歌山藩市の中心となって、藩祖、徳川頼信を祀る神社の創建運動を始め、同年11月に、南流神社の創建が許可されると、明治9年1月15日には、 南竜神社の社師となった。明治10年には第43国立銀行設立の発起人となり、翌明治11年に開業。初代取は養子の37が務めた。明治17年11月28日、教部省の県中講義に任官。明治30年には旧藩士によって設立された特技者の議長となる。 明治33年5月9日に特使を持って家族に列し、男爵に除される。明治36年11月17日、死去。家督は離席した37の長男、栄太郎が相続した。ありがとうございます。